ホーダレムクドリは、スズメモク、ホーダレムクドリ科に属する鳥の一種、全滅種。ニュージーランド北島の南部に生息していた。体長50センチメートルほど。羽の色は黒で、お葉の先端が白、くちばしの根元に赤い肉ダレがあり、ホーダレムクドリの名はそこから付けられた。森に住み、木の中の虫を食べていたという、オスとメスで、 くちばしの形が違う奇妙な鳥として知られ、オスは普通のスズメのような短いくちばしだが、メスのくちばしは細長く、下向きに曲がっている。このため、最初は別の種の鳥と考えられていたこともあった。この違いについて、オスとメスが協力して餌を取るためとする資料が多いが、別々の餌の取り方をすることで、生存の可能性を高めようとしたものとする説もある。 ホーダレムクドリの絶滅の原因については、移入動物の食害、森林の伐採などが原因として考えられている。マオリ族の州長が白いおハを髪飾りとして使っていたことや、1900年前後にニュージーランドを訪問したヨーク港が贈られたホーダレムクドリの羽を帽子につけてそれがファッションとして流行したことなどから、羽飾り目的の捕獲も原因の一つと言われている。 ホーダレムクドリの数は19世紀末に減り始めたとされ、最終的に絶滅したのは1907年のことである。バードライフインターナショナルヘケロローカーキューティラストリス IUCN レッドリストオブスレッドンドスピーシーズバージョン2006インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネイチャー2006年5月11日閲覧データベースエントリーインクルーズジャスティフィケーション オーホワイリススピーシーズイズリステッドアズエクスティンクト。ありがとうございます。